今シーズンの初勝利を目指しますトップ名古屋、一方開幕から3連勝と波に乗る木下アビエル神奈川の一戦でした。まずダブルスでしたけれども、まずトップ名古屋はかなりこのペアとしてこなれてきたという森薗チェンイチンコンビでしたけれども、これ長崎と森薗水木ペアに主導権握られましたよね。そうですね。トップ名古屋の方が自分たちのやりたいことをやりたいっていうプレーで、木下ベルの方が相手のやりにくいことをやっていたという印象ですね。そして第2マッチは注目の一戦となりました。これは素晴らしい試合でしたね。ユエン選手が本当に強かったという、ドライブ、スマッシュ、ストップ、いろんなボールで得点を重ねていました。あのパワーだけでなく非常にうまいテクニックも見せましたよね。そうですね、テクニックはものすごくあった試合になっていたと思います。はい、ソホンウォンも粘りましたがそれを退けましたユエン・シュエジャオです。そして第3マッチはトップ名古屋のエースチェンイーチンと長崎美優の一戦、これいかがでしたか。そうですね、チェンイーチン選手の作戦ですね、やはり百戦錬磨してきていて、この選手に対してはこのようにするという試合の中でこう作っていく感じというのがもう見えた試合でしたね。長崎選手もすごくそれに対して対応していってましたし、これからがすごく楽しみな選手だなと思って、見ていました。これも見応えのある一戦でした。これで一つマッチを取りまして、トップ名古屋が次のマッチを取ればビクトリーゲームという第4マッチでした。第4マッチはウーインナムと浜本優衣の一戦でした。第1ゲームはかなりこう接戦の様相だったんですけれども、はい、そうですね、第2ゲームから浜本選手がサービスをうまく短いサービスを使ってウー選手の卓球をさせなかったというね、このように素晴らしいドライブをウー選手も持っているので、自分の卓球ができればもっと競り合った試合になったと思うんですけどね。自分のスタイルが実現体現できた浜本。